ました。申し訳ありません。うん、ちょっと。というので、ちょっと。あ、2つもどっちも持ってましたみたい。なんで、なんかあなた、私内見、内見、牛井さんのこう見るから。ということで、12月。まず12月から。12月のどこかですね。はい、お願いします、ね。壁は3つの方法で克服できる。破れない壁はないからですね。はい、壁は3つの方法で克服できる。過去は二度と戻ってはきません。人は往々にして過去の栄光にすがったり、挫折を引きずったりしてしまいがちですが、所詮過去は過去。積んだことにいつまでもとらわれるのではなく、同じ失敗を繰り返さないよう心がけることの方がはるかに大事です。私は破れない壁はないと信じています。自然災害などの不可抗力は別として、壁は対人関係から生じることが多くあります。会社の人間関係、取引先との人間関係、近隣との人間関係、友人関係、男女関係等々、自分をめぐるさまざまな関係軸の中で私たちは生きており、これから生じる壁は次の3つの方法で克服できると私は考えています。 1. 今まで通りでは解決できない。人間は壁に突き当たった時、この壁を破る手段はこれ以外にはないと今までの手段に固執しがちです。しかし東洋古典の易経に窮すれば通ずとあるように、他の解決方法にも視点を向けてみるべきです。男女の恋愛関係においてもしかり、もはやこの縁を逃すと他に縁がないと考えてしまいがちですが、赤い糸を結びつける方法は必ず他にもあるのです。今のアプローチ以外に道がないかと考え直してみると、意外に道が開け、なぜ今まで気がつかなかったのだろうと思うことがしばしばあるのです。案ずるより有無が易し、今すぐには解決できない。壁を破るタイミングは早いに越したことはありません。私は現役時代、週末にクレームの発生した得意先には、たとえ解決の糸口が見えなくても、その週末のうちに訪問しました。まず先方に解決への誠意を示すためです。反対に、誠意はことを子孫ずる、急がば回れということわざもあります。私は現場を離れて数十年経ちますが、確かに未だに解決を見ない問題は皆無です。すべては時が解決しているのです。また良い話を伝えるのは遅くても構いませんが、悪い話は即刻一声かけておくべきです。問題解決のためには、今すぐにやるべきことなのか、時間をかけてじっくりと解決を図るべきことなのか、タイミングを考えて行動することが大切です。一人では解決できない。人間は生まれた時も死ぬ時も一人、そして問題を解決するのも一人です。しかし解決への道筋を探る際には、第三者の意見を参考にすることも大切です。決断は必要ですが、三人よれば文殊の知恵とことわざにあるように、思いがけないヒントを得られることがあるものです。一人で思い煩うことはありません。職場の上司や先輩、親、兄弟、友人など、いろいろな人の意見に耳を傾け、熟慮を重ねた上で問題解決への道を突き進むべきです。案ずるより有無が易しとは蹴出し名言です。私は現役時代、いつも机の上と機上のガラスマットの下にこの3つの行動指針を挟み込んで、難問に直面するたびに読み返すことにしていました。その体験を通じて、壁の多くは自分自身で作ってしまうことを実感しています。そして最終的に、自分の前に破れない壁はないという信念を持つに至ったことを、私は幸せに思っています。
これまでの体験を通じて壁の多くは自分自身で作ってしまうことを実感しています、ということで、もうあの素晴らしい文章ですよね、はい、あのということで、悪いことは早めに伝えとった方がいいということで、あの今、ですね、あの神戸の震災、阪神淡路大震災が起きてからちょうど1月17日だったということで、あの結構テレビで今言ってて、あの通電火災、あのちょっとあの送っとったと思うんだけど、はいはい、あれちょっとあのみんな分かっとった、もう通電火災分かってますって思っとった、認知してる、通電火災っていう聞いたことはあるくらい、あの気になるぐらい、あのね、結局ほら雨がめちゃくちゃ降って、もうそしてまた地震と台風がいっぺんに来たみたいな時の話やけん、なかなかないっちゃうけど、要はその要するに何て言うか、水に漏電してる状態、で一変停電になってると、そして、まあ、もう逃げないかんかったと、その場から、ね、そしたら結局ほらあれがブレーカーは下がって落ちてない、でそれで、要するに電気が通ったっていう時に、要するに火事が起きるわけとか、ほらバーンって落ちて、そのコードがちょうどこう立って、そのなんか何かしらあれでこうではなくて、こうそこに火花が散るみたいなね、っていうので、通電火災で亡くなる人が、要するに圧死で亡くなった人と同じぐらい、もしくは火事で亡くなったんしゃっていうのがあるっていうのでね、だけどもう地震が起きてあれあとか何かってなったら、もう勝手にブレーカーが落ちるっていう、その感震センサーっていうのが、日本で 6% しかまだ普及できてないんだって、っていうので、ものすごく揺れたらあのポンってその停電になる方がいいのか、そうじゃ、それが不便だと思うんやったら、もしそこでどうしてもその場を離れないかんってなった時は、要はブレーカーを落とさないかんちゃけど、例えばこんなとこが夜無人やったとするやない、そしてこうなってまたその要するに、電気が復旧したってことは勝手に火事になるわけよ、そしたらそういう人がおらんところほどその感震センサーが働いてくれた方がよくない、バシャって、そうっていうようなことで、感震センサーとかにもちょっと興味関心を持つとかね、というので今日はちょっと感震センサーの話とか、もうちょっと時間も取れれば町長に話をしたいなと思ったりしてます、はい、というので、あのそういうことをやっぱりね、アンテナ張っておく、今みたいに、今起こってないけど予防医学とか予防するって意味でちょっとそんな話をするとかいうのはね、ちょっとの大事かなと思ってます。それとやっぱり、こういう今例えばいかにも置き込みだったとね、ああいう感じだったらもうみんなにああいうふうに共有するっていうことをちょっと私は心がけてしてますので、あのこれは知らせだった、あのだから例えばね、これはあの怒られそうだからちょっと要するに様子を見ろじゃなくて、もう自分が何してたのって言われてもいいから、ここは自分一人にしとくじゃなくて、もうしたらすぐ問題解決することがあるよねということで、そこは怖がらずに事実をすぐ伝える、自分が気がついた時点で事実を伝える方が、あの怪我が大きくなくて済むっていうことはね、そこのところに勇気を持っとかないかんっていうのがあるよね、っていうのと、そういうことを気をつけて、であの自分がしたお手柄とかを自分で自慢しようような、今度はバカはそのあまり真似したらいいか、そんなのは人が感じ取ってもらうことであって、あの自分からこうでした、ああでしたとかいうのは、そういうのこそをこうね、あの陰徳って言ってこう徳を隠すっていうかね、そういうのをせない感じやけど、これはなんか人の命に関わるとか、これは知っとってもらった方が良さそうだなというものは共有する、とかいうので予防していく、それかそのもうここまで来とったやったら、もうすぐにあの要するにあの情報を共有した方がいいなっていう判断が必要っていうのでね、というので、あの破れない壁はないということで、あの何かに挑戦するのにね、あのできるだけこうで、もうみんなちゃんとほら次読んで誰とか何も言わんでもちゃんとね、すごいね、やる気満々やね、さっきのすごいですね、すごいで、あの少しイントネーションがおかしいなら許してやって、おかしいですか、おかしくない、じゃあなんかあの石井さんのイントネーションは独特です、そうですか、私の方が話し方おかしいと思ってるあっていうかね、あなたの方がイントネーションおかしくなるけどね、一つ一つの単語をね、あの大事にして読む方が流しとった、あそうですか、イントネーションおかしくないけど、はい、親と両親が何とか1円なり2円なりみたいな感じで、あなたの場合一つ一つに表情があるといいなと思う、あそうですか、彼女の場合は独特なそのいわゆるそのそオーカーとかあっち側のこの ここ私はそこで生まれましたっていうのがもうすぐこうほら今なんか何とだけ隠してこれですよ、もう普通に見たらわからないと思います、隠しとらしたい、隠してるというか
私の中では標準語探した。っていうか、今年も絶好調だったね。どうですか？いやいや、別にいいじゃん。店長、うんって言わされてません？うんうんって。変です？変じゃなくて、あなたらしいって言った。方言。方言。そう、方言。そう、方言。そうですか。いや、全然気づかないですか？いや、多分大川で。そうか。大川が、うん、大川もっと、もっと、もしかしたら柳川が、うん。いや、でもいいって。いいって。いいと。全然問題ない。なんか、ただ絶好調ね。あ、新しいね、それ。そう。っていうので、次のページに、はい、次、あ、待って待って待って、それの後の、それの、そこのところ、なんか、はい